ぱりコミュニケーターの数も増えてるのかな。らしいよ。まあ僕らにとっては住みやすい街だからな。まあ、にぎわうのはいいことだ。少なくとも、寂れるよりはさ。そうだね。私もこの町は好きだよ。科学と超能力の町って、SF っぽくてかっこいいじゃん。豊かで治安も良くて、言うことなしだよね。そうだな。一点を除けば。ラボのことを除けば。あの車、なんか様子が変じゃないか。真っ白。マシロ、大丈夫か？うん、私は大丈夫。でも、運転手さんが。落ち着け、マシロ。僕ら素人じゃあれは無理だ。救急車を呼ぶべき。何言ってんの？目の前で事故ってんだよ。おい待て、マシロ。浮田のおじさん。おじさん大丈夫ですか？なんだ？事故か？珍しいな、この街で。待っててください。今出してあげますから。
ガソリンだ。事故です。自動車が街灯に突っ込みました。車内に人が取り残されてます。しかもガソリン漏れが発生していて爆発の可能性もあります。通報ありがとうございます。失礼ですが、あなたは？六名学園高等部生徒、天川夏彦です。市のデータベースに照会してください。いや、失礼しました。事故が起こった場所はセンター街のショッピングエリアの出口の近くです。わかりました。ちょうどその場所付近に別件で出動している者がいます。避ける人員を直ちに向かわせます。夏彦、さっきのって PC？ああ、多分。いや、それより今はおじさんのことだ。今救急が来る。騒がずに待とう。現状はここですか？ええ、通報したのは僕です。わかりました。ここは危険です。お下がりください。早く、ガソリンが、おじさんが。安心しなって、私たちが来たからにはね。はい。ほら、マシロ、邪魔になるから下がろう。モリベ、状況は？周辺に火気なし。ガソリンの揮発やや多し。では放水を。静電気を抑えて。了解。
カサーの用意。木山はエアダッキを。了解。放水終わり次第ドアを開口。救急は担架の用意。急げ。はい、もう大丈夫だよ、おじさん。ありがとう。おお！か、かっこいい！それより行こう。おじさんが心配だ。おじさん、あの、大丈夫ですか？え、ああ、夏彦くんに、真白くんか。あ、ちょっとダメだよ、おじさん。このまま救急車に。いや、すまないが、ちょっとだけこの子たちと話させてくれ。大丈夫だよ。多少あばらが痛むが、なんとか。よかった。心配しましたよ。それよりも、さっきのテレパシーは夏彦君のかい？ええ、おそらく。初めて使ったんですけど。そうか。あの、それが何か？いいか、よく聞いてくれ。大事な話だ。これから君の周りでおかしなことが起こるかもしれない。え？どういうことですか？杞憂ならいい。いや、きっと杞憂になるはずだ。だが一応注意だけはしておいてくれ。
真っ白。真っ白、大丈夫か？ん？何が？あ、いや。何でもない。帰ろうか。事故現場に遭遇したと思ったら、夏彦がいきなりテレパシー使うんだもん。いっぺんに2つもビッグイベントが起きてさ、さすがの私もオロオロしちゃったよ。テレパシー？え？ヒコリング？ああ、なんかあの時は使えちゃったんだよ。その時だけ？もう使えないの？そうみたい。火事場のバカ力ってやつだったのかな。まあ別にいいさ。伝えたいことがあったら声で伝えればいいんだし。ありゃ、ほんと BC に興味ないんだね。普段の態度は BC 使えないことに対する負け惜しみじゃなかったんだ。でもそれでいいと思うよ。おしゃべりの方が楽しいよ。だな。あら、BC 使えない者同士気が合うんだね。なんかちょっと疎外感だわ。しかしおかしな一日だったな。この街で自動車事故なんてまず起きないのに。だね。それにしてもどうしておじさん事故なんか。さあね。 ADS がシステムエラーでも起こしたんじゃないか。でも ADS の故障なんてめったに起きないでしょ。事故率は人が運転する時のわずか 4% だって話じゃん。とはいえ 0% じゃないだろ。やっぱり全てコンピューター任せってのも完璧ではないんだろうな。大丈夫だよ。ユーリが気にすることじゃないって。家でのんびりしてれば危険な目に遭うことなんかないから。
そうそう、それでいいよ。誰かみたいに危険なところに飛び込まれたら困るからな。おや、それはもしかして私への批判かな。というか、あまり有利を心配させるようなことをしちゃダメだろう。なあユーリ、真代が危ない目に遭ったりしたら嫌だろ。うん、真代を咎めたくはないけど、松見としては気が気じゃないよ。うん、そんなにユーリが言うんだって。心配かけたのは謝るよ。でもさ、そういう夏彦だって昔はどんどん危険に飛び込んでいったじゃん。え？まあ、うん。そうだね。ヒコリンもやんちゃだったよね。危険なところがあったらむしろ楽しげに飛び込んでいくようなさ。確かに僕も昔はそういうところはあったけど。おーい、ユーリにマシロ、遊びに行こうぜ。うん、どこ行く？公園行こうよ。この間、あそこで可愛いワンちゃんに会ったんだ。よし、それじゃあ今日はその犬探しだ。二人ともついてこい。犬どこだ？犬、いたら返事しろ。ヒコリ、お返事できるわけないよ。よし、それじゃあ夏彦、どっちが先に見つけられるか勝負しない？おう、それじゃあ負けた方が勝った方の言うこと聞くのな。もうすぐにそうやって勝負するんだから。シロ、声震えてるぞ。諦めるなよ。できるまで頑張ろう。
遊ぼうか。めんこ、それかベーゴマ。古いよ夏彦、アニメ見ようよ。ビヨンドビヨンド配信中だしさ。みんなで5本読まない？博士ならいっぱい持ってるでしょ。じゃあベーゴマやりながらアニメ見て本読んで。そんなにいっぺんにできないって。ヒコリン欲張りすぎだよ。まあ今考えるとみんなを振り回してばっかりだったよ。そう？まあ今考えるとみんなを振り回してばっかりだったよ。そう？私は結構楽しかったけどな。いや、やっぱり平穏が一番だよ。自分から危険に踏み込むことはないって。身の回りが平和であってこそ、こうして美味しい夕食も食べられるんだからさ。まあそうだね。このお魚すごく美味しいよ。だな。これなんて魚？うん、そりゃタチウオっていうの。崩れやすい身を丁寧にムニエルにしてみました。すごいな、マシロ。日に日にお料理の腕が上達していくよ。だな、もはやプロ顔負けだ。そりゃ褒めすぎ。でも悪い気はしない。もっと褒めて。